ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大塚です。はい、ご視聴ありがとうございます。住所不定無職の大久保です。というわけでハレリアコンバット2第2回ということでね、ハレリアコンバット2の第2回なんです。2の第2回、ある意味すごい記念すべき回、はい、次はだってあと20回後ハレリアコンバット第22回とかになるんで、こんなね記念すべき回に呼んでいただけるなんてね。はい、あ、そういえば遅くなりましたけど、ちょっと新年明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。それ僕が新年から、はい、あの住所不定無職という新しい肩書きを得るんですちょっと大塚君と会うのちょっとだけね久しぶりなんだよね。どうだった？去年は大阪にいたから、今年は実家に帰ったんですね。そしたらね、なんかね、俺のツイッターがバレてて、それで、ね、一家団らんの場で突然ぶち込まれてくる爆弾ね。そう、他の兄弟もね、なんか一緒に帰ってきたから、うん、そういう場で言われちゃって、そうそう。そう、最近謎のってアカウントからフォローされたなと思って、これ俺しかいないんだけど、こいつ誰なんだと思ったらお父さんでしたみたいな。あんまり想像したけど嫌な嫌なそっか。奥方はどうでした？僕はね、なんか初詣とかいろいろ行ったね、うん、3軒ぐらい神社をはしごして、いろんな神様に守ってもらうそんなわけで、もう要はね、明日からあれですか、ラブニカの検診プレリリース、あ、そうだ、ね、この公開する日の次の日がプレリリースということで、ね、はい、どうですか、ラブニカの検診。まあ、このタイミングではまだ全部のカードは公開されてないんですけど、うん、撮影タイミングではね、どうですか、なんか大塚君に聞いて、やっぱ EDH プレイヤーだから、ちょっとね、そうね、面白いカードって言えば、やっぱり出産のカラ生物です。出産のカラ生物ね、あれはちょっとワクワクする、俺もカラめっちゃ好きだったから、あれしかもさ、稲妻で落ちない24っていうタイプなのか、結構モダンを意識されてるのかなっていうデザインで、あのついに、そうそう、コンボ、バッパラバッパラあいつっていう。状況から一気にスタートできるっていう、ね、うん、結構 EH 的にも青みの出来あったら何でもいいじゃん。あいつジェネラルってだってジェネラルが出産のからって結構すごい、やばいやばい、だと千年霊薬とか入れるだけでしょ。海外でもすごい人気らしいんで EH はあれはちょっとワクワクする、ね、ぜひ使いたいなと思ってます。というわけで、まあ、新セットが出るということで、今回ですね、まあ、それにも関連して、まあ、新しい遊び方をね、まあ、そうだね、考えてきたので、ぜひ紹介したいなと。新セット出て、みんなで集まって遊ぶような機会も増えると思うので、ね、あの僕らの考えたルールで、たまに遊んでみては。今回ね、3パックからできる遊び方なんですよね。うん、はい、名付けて。名付けて？新ルール。楽園の贈り物ルール。楽園の贈り物ルール。このルールは、パックを3つ使って40枚で1曲組むんですよ。全ての土地は任意の好きな色マナを2マナ出せる。好きなマナを2マナ、そう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 、例えば平地から赤マナ2つ出したりとかできる、うん、ただ赤青みたいな仕方ができない、色マナ拘束とかが何もないから、うん、好きなカード使って好きなデッキを、ただ3パックしか使えないからちょっと構築大変だけどっていう、うん、まあ5色デッキになりそうだよ、どういう感じになるか。しかも2マナ出るから土地の枚数が少なくなったりするし、ね、そう、独自のセオリーがありえると。なるほど、この環境は土地15枚だな2だったら16、17、18とかだけどという感じなので、そうそうそう、まあぜひねちょっとこの動画を視聴してチャレンジしてみてください。まあ早速ね、まあ、やってみましょうか。はい、ね、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、こちらアルティメットマスターズを3パック使っていきます。まあですね、今回はまあちょっと見た目が派手かなということでアルティメットマスターズを使ってるんですけども、まあラブニカの検診これから出るパックでもいいですし、まあ好きなパック3パック選んでやってみるのがいいと思います。それではまあ構築やっていきたいと思います。はい、じゃあまず1パック目いきます。これね、あんま向いたことないからどっかで、まあ、こういうだって、おっ、まずレア空召喚士ターランド、とりあえず向いていかないと分かんないわはいまあ、ついで2パック目、おっやばっ、エマロックのホイール、しかもホイールやばっ、向いちゃったなのでエマロックホイールです、やった。でモロコロ星の最長老ということで、なんかすごい大久保むちゃくちゃにできそう3パック目いきます、うん、しかもね2マナ出るからね土地から、えっやばっ、タランド2枚目たんだけどタランド2枚目なんかすごいデッキになりそう。タランド2枚と、はい、エムラクール、これはね勝ったでしょさすがにというわけで、ではできましたまあこのデッキは、まあ、そうですね、まず結構重めのいいクリーチャーを引いたので、まあ、土地から2枚マナが出るということで、まあ、こういったでかい生物をね、まあ、まあ叩きつけていきたいなと思います。で、まあ、それをサポートするこういう土地を2枚受ける都の進化だったり、まあ、8世紀の召使いね、これ、これからこの、まあ、サクッて2枚出して、それからこれがクリーチャー呪文に使われるとそれが速攻得るということです。これをエムラクロ速攻で走らせたいと思います。
はい、というわけで僕もね、あのアルティメットマスターズ3パック使ってこちらデッキを組んでいこうかと思います。まあ、とりあえずね、まずは抜くところから始めないとわからんから。いや、実はね、俺アルティメットマスターズそんな向いたことなくて、それ何が入ってるのかもあんまりよくわかってないんだけど、お、いいね、あの最終的にね、レアがいきなりなんか活発な野生林で、こんな、え、地味まあ、悪くないかもしれないけど、ちょっと活発な野生林はかなりないね。ちょっと1パック目はずっこけそうな感じだけど、やっぱ2パック目次第よね、全部。こっからこっから、こんなね、こんなわけないなって思ったらまた土地これよ、これアーボーグ出ました、アーボーグ。アーボーグね、別に悪いからじゃないんだけどね。ちょっとこのフォーマットは出てこないでほしかったなって感じ。まあちょっとね、いやこれはね、レアがこれは良くないね。今のところなんかデッキになりそうな、なんかその方向性みたいなのが全然見えてこない。いやーこれやられてんね、やられてんね。なんか大塚くんが何を組んでくるのか次第だけど、おおお、まあでも白金の味方だぞ。これは結構いいんじゃない。除去されなかったら負けない、いいカード、いいカード。え、ちょっと待って、しかも大聖堂の戦利品出た。え、これ2枚コンボやない。大聖堂の戦利品で白金の帝像して、あ、でもライフは失うかまあコンボではないけど、帝像さえサーチできれば結構やれそうだから、まあ悪くないか。活発な野生輪、ミドシロのミシロランドとアーボーグよりはよっぽどマシな。ここでね、いきなり巻き返してきたから、ちょっとこっからちょっとやっていきたいけど、こういうなんかこう早くしてくれるオーラみたいなのもあって、これね、あのフェザル怒りってこう何度も繰り返し使えるプラニープラニー、即霊鎧とかもあるじゃんこれね。だからなんかちょっとオーラビートみたいな感じ、即霊鎧を使ったオーラビートみたいな感じで、ちょっとこう速攻デッキみたいなのもうまく組めないかな。はい、デッキが完成です。こんな感じでやっていこうと思います。一応ね、なんか英雄的クリーチャーとか、あとなんかオーラみたいなので、英雄的クリーチャーとオーラでわーってやりながら、まあ一応それっぽい感じになるかなっていう感じになりました。じゃあ早速ね、土地を加えてデッキを送っていこうと思います。ありがとうございます。じゃあ先手後手ダイスで、はい、ダイスで。俺はね、ちょっと今神の加護があるから結構いけるんじゃない。お、ほんと。じゃあ、まあまずは俺からね。そうだ、まずは俺から、はい。おいおいおい、まあ、割と強い、割と強い、9、はい。でも俺がね、12出るから、おい、はい。え、まあ、まあ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 、まあまあ、あるからね、あるからね。じゃあ先手ダイスで負けることで乱数調整ができてる可能性あるから、ね、なるほど。じゃあ、なんいきます。はいはいはい、はい、やっぱこれキープは良くないな。一応キーカードがこういうのがあるんだが、キーカードありつつもちょっとこちら一枚だから、ちょっとこれはあんまりキープしたくないかなぐらい。こっちは揃ってないけど、まあなんかこのカードしかないのに、年これなのに、なんか残りの5枚色違いすぎて本当にこれでキープするのかみたいな頭がバグりそうになるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、これ出せて、まあ、エンチャン、まあ、こういうエンチャントもつけられる、まあ、このマナコス、マナ加速もあるということで、まあ、とりあえずこれでキープしたいと思います。6枚カルヤスリーがね、新しかったんで、そうそうそう、知らなかった。まあ、これはキープこれでとりあえずスクライをしていこうかな。はい、スクライ、弱いことだ。結構枚数合わせカード、はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。じゃあまず島から、はい、安寧トリゲの精鋭、こいつは2マナ2に眼鏡、はい、ね、まあ、2マナ出るんで、はい、出るとおしまいです。なるほどね。はいはいはい、なんと私はヒッパランドで終了。お、まあ、しかし重いところがある反動だから、とりあえずアタックか。はい、18、ミンツー、緑、緑、はい、で、新緑の限定、そう、実は4マナ22で、緑マナで記念下げると好きなマナが3マナ出る、大中。なるほどね、はい、はい、で、多色を唱えると手代に戻る。めっちゃマナ加速するやんこのゲーム、マナは出るんだ、大丈夫だよおー、同期の限定、はい、あたらたらしい、テリトリー22、行きましょう。はい、18、終了。じゃあ、アタックしてどう。はい、これで、ね、フェーズは
例えば16、はい、で3つでこれで4マナ、はい、緑とこれで4マナで、これ8マナ、はい、ゴリゴロ星の最長老、ふざけんなよお前ねクイチャーじゃない一般のやつ1つ紹介します。アイアンかけにおいあれあれあれおしまいです3ターン目やぞめちゃくちゃ長いマジかやばいね、これはこのゲームつまんなクソゲームあーもう大塚くん友達やめるわえひどいな、それはじゃあ、クロスの12分、はい、赤一撃ではいじゃあ終了かな、はい、はい、終了ですしますで、強いてクロスはいはい出して、もしくはハンデス？ハンデス。4マナ以上を追放、はい、ちょっと待って、考えます鬱陶しいもういいだろこれ起動で、はい、捨てて引く、はいはい、はい、4マナ以上なし、はい、なし、はい、なんか結構マナガドビルからね、いっぱい入れてくると思ったんだけど結構軽めだね、ビルの時はまあちょっとねでもこれ結構キーカードだったから嫌だけどあこれでつけてみたいな、そう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 、気持ちよくなりたいねっていう、で、黒が見てるので、じゃあ俺も気持ちよくなろう、こいつ出た時に1枚引いて、はい、で、ジュゴンつく、はい、ジュゴントランプルいきます、はい、8点もらうしかないの、これ8で、人数で新力の年齢、はい、おしまいです。あ、でもさ、これ取れたから人数戻るのか、あ、はいはいはい、じゃあ、 エンドに瞬速に刺すと6レイヤーで、ターゲットになったからショウ君が、ちょっと変死ショウ君がいなかったので5分で代用します。さあ、こっからよ、こっから、あ、とりあえず、殴れるところで殴っておきますか。2でアタック、はい、いただきます、はい、16から、はい、終了します。ただ、もう少し支える長老がうぜえ、強すぎる、うぜえ、まあ、とりあえずはまずで、ブロック2択、はい、高ブロックで2度白出して、うん、ここに3位修正で、ターゲットになったからとりあえず誘発 OK、 さあ、うん、で、これで、3位修正とトランプルが多いので、うん、今、5-3でトランプルで、うん、地域がブロックして、ああ、まあ、6点、はい、はい、じゃあ、で、3点トランプで抜けて、こちら5、はい、で、ここが相打ち、はい、で、ここが属霊鎧で生き残ると、うん、で、で、こいつは死んだけど環境が帰ってきてで、出てきたから出てきたから、まあ、失われると。一応、白出したとか、はい、今、白3、はい、もうフェーズが変わってるから、引いてるか、じゃあ、ベンツで新緑の限定2枚目どんだけ学んでるっていう。めっちゃ学出すやん自分。こういうのね、3ターン目に出すために行くんだよな。生き残るだけか。出して、はい、終了。で、プロテクションしよう。お、あ、プロテクション緑です。白物出して、プロテクション緑つけて、はい、で、ターゲットになったから、トークになります。はい、で、ブロックして。はい。これで。はい。1、2、3、4、5、パワー5。で、じゃあ、とりあえずこの3体が死んで、はい、じゃあ、上起動で、プロテクションを出して、じゃあ、ああいうふうな。で、これで、6、N2、6。足りねー何がだ何がだ、もうマナは十分だろ、一回言うとますけど、まあいっかで、こうでいくじゃあ、いらない、マナで4万800万円で、その人でつぶろ、はい、飛行もね、やばいね、それいや、もうちょっとしてほしいんだよな、立ちマナ出るけど、うん、じゃあ、おしまい、よかった、キープドローンカード、いや、取っておかない方がいいんじゃない、
はい、次は結構それ英雄的英雄的がね、結構次々あれするんだけど、まあ、今4、4、6、0、4で、はい、じゃあ、はい、いけます。はい、じゃあ、こちらが12かな、終了。はい、これ一発逆転みたいなのがね、入ってないんだよね。おお、悲しいけど。白4番で進行の時間です。そこまでする。はい、これあれだよね、自分でキャストしたカードしか言うみたいな気がしないもんね。そうね、はい、だから、まあ、とりあえず、まあ、何もできなかったって俺4点ないで、今のコンバットさえこれできついかもしれない、きついかもしれない、はい、そあ出しておしまい。もう殴れや。ええやろ、これとか殴ってええやろ。いやいや、ちょっとやりたいことがあるんで。何なんだよ。何ともならない、ジャンダストはするのか。一応何やらせてあげた方がいい、俺優しいから。行こう。これで、あと1万。あと1万。15マナ必要ってこと？ごめん、あ、ごめん、何でもない。俺ね、足すなんできるよ。なるほどね、なるほどね。いや、普通に勝てるんだけどさ、どうしようか。いや、普通に負けてるんだけど。それ何？14マナじゃ足りなくて15マナだったらできること？それってあれしかないよね。いや、入ってない、この収録されてないかもしれない。収録はされてるわ。エンタメ的にやるべきか。そう、なんか一回じゃあ頑張れとしてんで、はい、これ5-2で取ってサガの取って2-2-2-5で、これでソラカロ5点です。はい、ソラカロ5点です。じゃあ、一応はい、フラッシュバック、はい、ヒュッ、はい、トークンがヒュッ、はい、テイクダウン、あー、これで台風ゼロになって敗北。いや、大塚くん、はい、なんだね君は。もう一回やろう、もう一回。やばい。さあ今度こそね。今度こそ俺も気持ちよくなりたいが。はい。はい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 。まあいいね、いいね、こういうハンドガード最初からキープしたかったね。こう、これです、これ。ここか。これでまあ一旦中で動き出せて。なんかいっぱい誘発させるカードもあって、うん、まあこういうのもあって、はい、いいハンドだと思います、これ。はい、うちは、まあ、こっち2枚なんですけど、まあ、このさっきのダークリチュアル生物と、まあ、これさっき公開したオレオールスの最長老会場で引いていと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。はい、終了。あ、なるほど。とりあえずはもうすると増殖弾法何と何もないか、まあ、これ1枚いいし、はい、休憩しない。はい、つも貼られたら結構やばいかな。結構ね、ライフレースを否定するカードだから、ね、うん、1枚、はい、この後にこの後さんが結構いっぱいある。とりあえず1日やらせてみて、で、天魔出すのが正解なんじゃないか、これは。はい、それにもやばそうな気がするから、これ反射で、はいはいはい、これで反射でっておしまいです。はい、さて、はいいぞ、分かる。さて、クランが、はい、出してしまったが、さあ、6万熊野生の上、はい、まず3周目とどうぞと送られて、で、これキャストでもう1回、はい、せざりに、で、まあこれで合計5、3修正を受けているので、はい、このターン6、4です。あ、トークンは速攻持った、トークンは速攻持った1、1の冷やしトークン、あら、6の8点、8点、やばい、これで11か、はい、終了。いや、この疾走感よ、この疾走感。あ、止まってしまった。引っかく持ってくる。とりあえずは4、7、2に、はいはいはい、ここで止まれる。おしまいです。いや、そうね、こういうデッキだと土地止まるとさすがにだ、結構目に入れてると思うんだけど、よしの人間をキャスト、はい、シャンシャン修正とうわっドークンが出る、でまあ属霊用意で浮いた1枚を使って、うん、まあ、グルカギバラ、
で、戦場に1枚追放だから、まあ、感触を追放します。はい、それで？で、コンバット行こうかな。 OK、 こう、まあ、これが6、6 6で、3、4、うん、で、3、1、3体。そうそうそう。で、とりあえずはこいつブロックして、そうすると8点抜けだから、これ3になるね。普通に死んでまうのも、これこいつ生きてないと俺も死んでしまうこいつが逆転の目があるから、じゃあこれで8点いいね、いいね。はい、相手もこれでマナが出せるから。ムムムム、エンド、エンド、インスタント、インスタントが来る。土地を引いてないってことはハンドは普通にこういうはずだよ、ね。まあ、一応じゃあフラッシュバックで一応対象に取りました。はい、トリガー、はい、トリガーが激しい。フラッシュバックで今が、97となってるから、で、だいぶ戦闘入っちゃうけど、じゃあ、開始して、はい、闇の生かしでクリーチャーに対して、はい、はい、押します。で、対策されて、はい、じゃあこの戦闘3点、じゃあ、ロックします。ロックされて、2点抜けて取って1か、さすがに残り1ではさすがに残り1ではこれが下にできたんだけどな来たが、コウツくんもね、マナいっぱい必要なデッキとはいえ多少年絞ってるだろうから、これはそうでしょう。これで、まあ、8マナで鬼殺しの最長老、はい、なので、まあ、どうなんだろう。大丈夫、オーラ破壊できれば、破壊できれば、破壊できれば止まらず、負けカン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 、いやこれよこれ、この疾走感あ、押し止まんなければな、マンドレオクの高橋さんとかにマクルズ、いや、ミラクル俺やあの15番のこだわりを、俺の知ってる15番のカードでミラクルしかおらんぞしかもね、光ってんだよ、なぜにはい、じゃあどうでしたか、楽園の贈り物ルール。楽園の贈り物ルールね、結構ね、あのデッキのなんかカード色を全く気にしないっていう、うん、マジックのようでマジックでないね、全然別のゲームができ結構面白かったっ、そうね、いや今ラクール出したかったエラクールはね、うん、まあほんまに入ってたけどほんまかこれでまあ逆に僕のデッキがちょっと重いところがあんまり入ってなくて、うん、まあちょっと軽めだったけど、まあ最後のゲームとかね、ちょっといい感じに、まあ2マナ2マナっていう動きがちょっとできてスピーディーに動ける。まあ今回アルティメットマスターでやったんだけど、まあ普通のパックでもやっても面白いから、そうだね、これ多色セット、それこそラベニカとかでやっても面白そうだし、うん、まあタルキールとかね、アラアラとか、うん、もし近くのお店にパックがあるんだったら、うん、ぜひそれ、そういうので、ね、遊んでみても面白い。せっかく3パック抜くんだったら、ちょっとこういうね、変わった遊び方してね、ちょっと遊びつつっていうのをやってみてもいい。ちょっとデッキにパワーに差がありすぎるようだったら、ちょっと1パック追加させてもらうとかね、やってもいい。俺はマジでもう1パック持ってきてほしいって思ったけれども、それでまあね、ラブニカの技術とラブニカの検証で、ね、なんかサイクルで赤、赤、白、白とか、あ、そう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 、あのね、なんか2色、2色とかアンコモンの、うん、あのサイクルはどれもすごいカードパワーが高くて、あれもね、土地2枚からヒュッて出てくる、ね、普通だったら出しにくいけども、今回このルールだったらかなり簡単に出せるか、しかもね、あの多色のカードを全く気にせず使える、うん、ちょっとこれ爽快だから、ちょっとね、ぜひやってみてほしいなというところはありつつ、ということでね、来週いよいよラブニカの検診が発売、発売ですね、はい、1月25日発売となります。イエーイ。まあ普通になんかスタンダードで面白いデッキとかすごいできてきそうだし、ね、スタンダードはマジで環境変わりそう、うん、モダン以下でも結構ね、デッキ変わりそうだけど、めちゃくちゃ楽しいね、構築は楽しいだね、はい、まあ明日からプレリリースもありますし、まあそこでね、商品としてもらったパックをこのルールでやってみるとか、うん、やってみてほしいなと思います。というわけで来週はですね、新セットを使ったデッキをお送りしたいと思います。というわけで第2回レディアコンバット2はここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。